Thank you.
とアジアの子どもたちの夢の交流を目指す第4回アジアの子どもの夢舞台、いよいよスタートです。私たちは今回の舞台のご案内をさせていただきます。北区女子大学院高校の演劇部です。この舞台では私たちが子どもたちの夢をつなげていきたいと思います。そこで私たちのグループ名をドリームガールズと付けさせていただきました。さあ、それでは第4回アジアの子どもの夢舞台、早速トップバッターをご紹介しましょう。シンガポールのコーラル小学校の皆さんです。今日ご披露いただく舞踊は伝統的なバレエのダンスで、人と人との調和、社会の平和の大切さを陽気な舞踊で表現してくれます。マレーの伝統的なスカーフにもご注目ください。それではお願いします。Bagai tersentuh rasa percaya.
スカーフがとても印象的で、黄色と緑のコンビネーションが素敵でした。はい、さあ続いてはラオス人民民主共和国首都ビエンチャンからお越しいただいたノイ子ども音楽文化センターの皆さんです。今日ご披露いただく舞踊はラオスの伝統的な音楽をノイさん自身が現代的にアレンジした音楽と舞踊です。新しい世代の青春といった意味が込められています。ラオス語でニョーワソンニョックマン。それではお願いします。最年少のののいちゃんは8歳なのにとってもお上手でしたね。
可愛らしかったですね。笑顔も素敵でした。さあ続いてはお隣の国、中華人民共和国上海から北京少林武術学校上海分校の皆さんです。中国カンフー、それではお願いします。さっきの
シアから参加してくれた皆さんです。今日ご披露いただくのは、神様に感謝の気持ちを捧げる収穫の踊り、ギリンギリンダンスです。このギリンとは、神様への感謝のことだそうです。インドネシア独自の伝統をお楽しみください。それでは、お願いします。